主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんこんにちは。オンラインでご覧の皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。2016年10月11日年度末のパウロ秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖会を始めていきたいと思います。それではまずはじめにお祈りをいたします。天のお父様、セミナーに続いて聖会を持てることを心からありがとうございます。どうぞ霊と誠をもって主を礼拝し、あなたは今日与えてくださる祝福と恵みのすべてをしっかり受け取れるように、減り下って血をどうぞ導いてください。あなたの皆を褒めたたえます。感謝してスタンを皆によってお願いいたします。アメン。主に期待します。感謝しましょう。ハレルヤ。それではまず賛美をもって主を礼拝していきたいと思います。よろしくお願いします。感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって主を褒めたたいてまいりましょう。3週なんですけれども、心から賛美したいと思います。私の心には喜び歌おう。ハレルヤ、主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう。ハレルヤ、手を打ち鳴らし、喜び歌おう。もう一度。私の心には喜びが溢れてる。あなたの愛ゆえに喜び歌おう。ハレルヤ、主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう。ハレルヤ、手を打ち鳴らし、喜び歌おう。ハレルヤ。ハレルヤ、主を褒め歌い、賛美と感謝捧げよう。ハレルヤ、手を打ち鳴らし、喜び歌おう。喜び、喜び歌おう。喜び歌おう。喜び歌おう。アメン。感謝します。十字架の許し
やがて海の中に吸い込まれるように、聖霊の働きはこのリバイバルが始まった今大きく力強く進んでいくと主は教えます。しかし慌てないで、あなた方は霊的な土台を確かにしなさい。私との生きた交わりを確かにしなさい。私はそこであなたに語り、私はそこであなたに触れ、私はあなたにそこで力と恵みを注いでいこうと主は教えます。私との交わりを確かなものにしなさい。その土台を脱げに私は豊かな恵みを表していくと主は教えます。この忍耐強くありなさいと主は言われます。この多くの迷いがありますが、しかし必ずは道は示されてくる、この新しい道が開かれてくると主は言われます。周りを見て慌ててはいけません。また周りを見てこの高ぶってはいけません。神の前に行きなさい。この場合の時代時差はありますが、一人一人に持っている神の計画は驚くべきものとなる。私はあなた方を通してこの場合の時代に大いなる計画を表していこう。私の前に行きなさい。永遠にしっかりと土台を置き、私と共に歩みなさいと主は仰せられます。この私はあなた方が思う以上に、あなた方の愛する者たちを私の計画の中に招き入れようとしていると主は言われます。あなたの小さな聞き従いをこの全うしていきなさい。あなたが想定する以上の多くの人々をあなたの周りに、この私の計画のうちに今導いていると主は言われます。感謝します。それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。神様に会う時まで。神様に会う時が近づいてる。目を覚まして備えよう。近づいてる。目を覚まして備えよう。御霊に満たされ、賜物を持ち、主が言われたこと忠実に。神様に会う時まで、顔と顔時まで備えよう。愛する天のお父様、主の御名をあがめ感謝します。この前半3ミリの時を感謝いたします。続く礼拝を聖会を主が豊かに祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。それではですね、ここで、久留米教会に使わされます、松本俊也牧師と奥様になられました姉妹の、任命案書がありますが、その前に、ですね、特別賛美と証しをしていただきたいと思います。オリベット、松本彩さんになられました彩さんにですね、オリベットで特別賛美をしていただいて、それから証しをしてもらってよろしいですか。そして、俊也牧師に証しをしていただいて、それからパール牧師に案書をしていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。こんにちは、オリベットです。初めの愛4週に掲載されさせていただきました。初めの愛を賛美させていただきます。従い
しめの愛に立ち返る。ただまっすぐに愛します。イエス様の臨在の中に駆け込もう。十字架感謝いたします。はじめに一言お祈りさせていただきます。恵み返す天道様、あなたの皆の賛美をめたいます。あなたは今日こうして、この場所でこの七世紀カリスマ聖火の中で、安心の時を与えてくださることをありがとうございます。今から証しをしますが、豊かに導いてください。イエスキリストにお祈りします。アメン。感謝いたします。久留米の方に、使わされることとなりました。松本です。本当に、感謝いたします。昨日はですね、たくさんの方々に結婚式ご出席いただいて、本当にたくさん、またお祝いの言葉をいただき、また、助けていただいてですね、本当に感謝しております。でそして今日また久留米教会に、使わされるということで安心を受けさせていただくということで、本当にこう立て続けにポンポンとですね、なんか大きなことがあって、すごい やっぱり神様の時は一気なんだなってことをすごく感じさせられております。で、久留米に行くっていう時です。私自身としてすごく、びっくりした部分もあったんですね。で、ですが、その久留米という土地があまりよく知らないっていうかですね、私は佐賀県出身なので、お隣ではあるんですけど、福岡県お隣ではあるんですけど、子供の頃っていうか、新学生になって、10代の頃でしたけれども、なんとなく佐賀でこう新学生やってる時に、勝手にイメージするわけなんですね。じゃあ僕は鳥栖教会かなとかですね、勝手にこうですね、勝手に想像してた部分があったんですけど、神様導かれたそのお隣の福岡県の久留米、ということで、すごくこう新鮮な形で、来ました。で実は3回ですね、9月の終わりの頃から久留米の方の礼拝に出させていただいております。すでに、もちろん久留米教会ですね、教会の方々もいらっしゃいますので、本当になんかすごく、
温かく迎えてくださったんですけども、ここでこう神様の働きを学んできたことから本当に、長崎教会で、12年そして7年間牧師として、まあ、僕7年間ですね、来て長崎に来て12年でしたけども、本当にその日々を過ごした中で、その久留米の地で主がこの地に使わせてくださったということからで、すごく神様に期待して働きをなして、おります。ですね、御言葉を受けまして、しかし、使徒の働きの一章八節ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。証人となりますというこの言葉がすごく響いていました。で、私はまあ、20代を長崎でずっと過ごしてきたので、時々ですね、こう私はこれからどうするのかなってこうふと思うことがあるわけなんですね。また20代で結構いろんな人が人生の変わり目があったりするので、私ずっと長崎にいたので自分はどうなのかなと思っていたときに、いつも示されていた御言葉はこの1章の4節だったんですね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいって、そのことはいつも強く響いていたんですけども、なんか神様は今回この8節の御言葉に証人となりますってこの本当に証人としてキリストを述べ伝えるために使わされるんだということからすごく心に、すごく神様に迫られて、います。で、昨日結婚式をさせていただいて、まだ一日もですね、一日しか経ってないんですけども、まあ、本当に姉妹とともにですね、で神様に仕えて、いけるようにですね、主にすがって祈りつつ歩んでいきたいというふうに思っております。ですね、長崎教会で本当に学んだ事柄というのはすごく大きかったんですね。でそれが自分自身のこれからの歩みの中では大きなもう確実に柱になっているので、その中で本当に主に引き従って、今主が使わされた場所でですね、使えてまいりたいというふうに思っております。で主に心から感謝したいというふうに思っております。お願いいたします。天父様、時を感謝いたします。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではお二人前に出てきてください。今度この聖書を読みいたします。マタイの福音書の28章18節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それではお祈りします。長老の方々いらっしゃってください。じゃあこっち見て、安心、ひざまずいていただいて、安心していただいて、私キャラ牧師、そして骨が牧師とお祈りします。手の妻、今松本牧師ご夫妻を久留米の牧師としてあなたが称えられたことをありがとうございます。どうぞ豊かに霊を下し、賜物に満たし、久留米における働き、またリバイバルの働き、全世界の伝道の働きのために豊かに用いてください。終わりに至るまで伴ってください。あなたの栄光の器としてお二人を強め、豊かに導き、さらにあなたの計画を豊かに表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。愛する天のお父様、主イエスキリストの名を心からお祈りいたします。お二人を選ばれた主が最後に至るまで憐れみと愛を持って導いてくださり、あなたを愛してあなたが語れることに真剣に耳を傾け、あなたの御声を聞いて従っていく、その歩みを最後まで全うできるように主が助けてくださり、その中で久留米の地から始まって全世界におけるこの終わりの時代の神の計画を正しく担い全うできるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。
賜物を豊かにあふれさせ、神様の栄光をご自由に表していってください。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。アメン。愛する天のお父様、あなたの御名をあがめます。主ご自身がこの、松本俊也牧師、綾さんを久留米教会の牧師、牧師夫人として立て、主が用いてくださることをありがとうございます。神様の計画があり、またされたあなたのご自身の技が用意されていることをありがとうございます。久留米において、世界において、主が持ちようとしている働きが開かれてきますようにお願いいたします。お二人を守ってくださり、また最後まで御心を全うしていくことができるように助けを導いてください。あなたに期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい、どうぞお二人のためにこれからも。ありがとうございました。またおめでとうございますって言われるんですね。さらに続けて特別賛美を、していただきたいと思います。長崎教会の賛美隊であります、ピースが先でいいのかな、ピース、それから山田とゴスペルクラブにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。感謝します。今日は4週からリバイバルの風を賛美させていただきます。山里ゴスペルクラブです。ゴスペルクラブにはすごく個性的な男性陣がいるんですが、今日はお仕事で、今日は女性だけで賛美したいと思います。Show me the way、 道を示してくださいという4週から賛美します。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があるの、
何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えて行ける約束があるから。ありがとうございました。それでは短くショートメッセージをさせていただきたいと思います。ですね、ヨハネの15章の16節、昨日、松本俊也牧師と綾姉妹が結婚するときに、結婚式のときにお二人が選ばれた御言葉でもありますけれども、だからではありません。ヨハネの15章の16節、212ページ、第2版をお持ちの方は194ページあたりだと思います。はい、ありがとう。お読みします。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。それではお祈りをいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。この年度末にあなたがパウロ牧師を導いてくださって成果を持てることを本当にありがとうございます。今から短く御言葉から語りますけれども、この下辺の語るべき文を語らせてくださり、聖霊様がご自由に働いて御言葉を通して一人一人に、語りかけを与え、励ましと信仰を与え、御言葉によって信仰を養ってくださって、あなたはこの場に時代に与えようとされているものをしっかり受けていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。こんにちは。オンラインの皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。私の結婚式じゃなかったんですけど、昨日は結婚式でお世話になりました。本当に皆さんありがとうございます。お二人が選ばれた御言葉でもあったんですけど、実は私の結婚の時に導あの、この御言葉で示されたんですけど、長崎に来たのもこの御言葉だったんですね。今、マタイの28章がお二人の任命の時に生まれましたけれども、私たちはこの御言葉で使わされてきたんですけれども、大宣教命令とともにこの御言葉というのはよく牧師の時に選ばれる言葉なんですが、これは本来ですね、弟子に向かって語られた言葉なんですよね。で、あなた方が弟子たちがペトラ・ヨハネがではなくて、イエス様の方がペトラ・ヨハネや弟子たちを選んだ。で、私があなた方を選んで弟子として任命したんですよってことなんですよね。でそれも分かりきっていると思うんですけど、その後なんです。じゃあなんでイエス様は弟子を選んで任命したのか、なんで私たちを選んで使わせてくださるのかっていうのはその後に書いてあって、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためでありっていうのが一つ目なんですね。つまり選ばれた弟子たちがイエス様から任命されて行って実を結ぶ。でこの実っていうのは、いろんな解釈がありますが、内面の実っていうよりは文脈からいくと、具体的に外に救いの実をつけて、その救いの実がしっかり残る。だから5年経っても10年経っても確かに信仰を持っている、教会につながっているっていうことを分かりやすく言うと、
意味します。だから使わされていくのは実をつけてその実が残るためだっていうふうに言ったんです。で、間違いないでくださいね。実をつけて実を残しなさいじゃなくて、実をつけて実を残すために選んで任命したんだって言ったんですね。わかりましたかいいですか。実をつけて実をつけ、実を残して実をつけて実を残しなさいよ、頑張れよって言ったんじゃなくて、実をつけて実を残すために私が選んで任命したんだよ。わかります。実をつけて実を残すことは当たり前なんです。神様の方が選んだ理由は、実をつけて実を残すためにあなた方を選んで任命したんだよ。わかりますかね大事なところなんですけど、私はね、結構これの時に、なんとか頑張って実をつけて実を残さなきゃってかって思ったんですけども、そうじゃなくて、主が選ばれた時に、考えてみたら弟子たち、十二弟子たちっていうのは、少なくともペンテコステ前の弟子たちを見れば明らかのように、本当に弱さがある、まあダメだって言って申し訳ないけど、とても実をつけそうにない弟子でした。でも彼らが、その彼らを選んだのはイエス様だったので、使わせたのはイエス様だったので、その弟子たちを通して実がついて実が残ったんですね。で、私たちも同じように、神様が選んで任命してくださるならば、使わせてくださるならば、主の方が実をつけて実を残すために選んだんですよね。そのために。ということは、実をつけて実を残すことは当たり前ですよね。ちょっとわかりますかね。だから、あ、そうか、じゃあ信じればいいんですね。選んでくださった主が実をつけるために選んでくださったから、その主が実を残すっておっしゃってくださったんだから、主がそうおっしゃったんだから、実がついて実が残るのは当然ですよね。イエス様に権威があるんだから、その人もそう言ったんだからと信じればいいんですよね。で、すごく大事なところなんですね。使わせてくださった方の約束を信じるかどうかなんですね。で、信じると言ったときに、すいません、もうポイントだけいきますね、時間があるので。2つあって、信じきれるときと信じきれないとき。でも信じきれなくても、大宣教をもらったときに、山に登った、おそらくアルベルさんの地を登った弟子たちが、あるものは疑ったって書いてあるでしょ。ものすごく私の好きな言葉なんですけど、疑った者にも大宣教命令を与えられて、いつも言うように、疑った人がトマスかどうか分かりません。でも疑ったって書いてあったら、すぐトマスと思ってしまいます。でもしトマスだとしたら、インドのマドラスまで行ったという伝承があって、この伝説は信憑性が高いから一番遠くまで行ったって何度も言いましたよね。ということは、疑った人もあの山に登った時は大宣教命令をもらって、神の恵みによって誰よりも遠くまで行って使命を全うしたんですね。どうしてかって、命じられた方がイエス様だからです。で、私たちもそのイエス様を信じていればいいんですけども、信じきれる時と信じきれない時があるんですけど、それでも行った弟子たちはその命令を受けて全うしたでしょ。よく言われる信仰の対応、ちゃんと信仰の対応して応答したら、今回熊本に被災地に来ましたけれども、すごい期待してきた人がいると思うんですね。で、すごい期待してきた人は期待通りで感激したと思うんですね。で、ある方は期待したってよりも、行かないと木原牧師は後で怖いかなとか思ってきた人もいると思うんですね。それでも行ってみたら、間違いなく今回すごい祝福だったですよね。来たからですよね。で、主がおっしゃった時に、主がおっしゃったのに応答した人はその恵みに預かれるんですね。これもいつも言われてることなんです。でもね、この後言いたいんですけどね、その後にね、またあなた方が私の名によって地に求めることは、何でも父があなた方の名になるためです。まあ、もちろん御心は前提ですけれども、これは祈りのことを言ってます。で、面白いですね。信じる、私が使わすから身をつけるんだよって言ってから信じればいいんですけども、その後に祈りが書いてあるんです、祈りが。祈るとね、信仰って与えられてくるんです。祈るとね、信じきれなくても信仰の対応を取る一歩を踏み出せるんです。で、今回エルサレムの平和を祈る会っていうのがありまして、個人的には私今年はオンラインで長崎で見たんですけど、ちょっと今までとは違ったんです。私は個人的にね、個人的な意見ですけど、感想ですけどね。で、思ったんです。ああ、しまったってね、行けばよかったって。まあ、個人的にはお金はなかったんですけど、教会からだったらいけないことはなかったんで、木原誠ではなくて長崎教会の牧師として、九州の長老として、あ、行くべきだったと思って、私はこれ、完璧に間違えたと思ってるんですね。しまったなと思ったんですね。非常になんか霊的な祝福を感じたんですね。で、あ、なんで従えなかったのかな、なんで気づかなかったのかなと思った時に、行った方がいいなと思ってたんですよ。思ってたんですけど、行った方がいいなってすごく思ってたんですけど、
まあ、言い訳をしますと、これ 100% 言い訳ですね。結婚式もあったし、いろんなことがね、それからキャンプもあって、いろんなことがあって、そのために真剣に神の前に十分、私は祈ってなかったなと思うんです。祈ってたら、私間違いなく言ったと思います。祈ってなかったんですよ。で、祈ると、ある場合は信仰が与えられますし、ある場合は、その信じきれなくても、行かなきゃいけない。あ、これは、行こう。っていう信仰の足を踏み出す力を神様が後押ししてくださるんですね。祈ると。で、ここの直接の意味はね、祈って求めれば何でも、だからそれを祈って求めるものなんだけども、この流れの中で書かれてるってことはすごく大事なんですね。ではね、これから私たちはそれぞれ今すでに使わされているところ、これから使わされていくところ、ね、で長い意味で使わされているところとともに賛美隊として使わされたり、ある時宣教に短期的に使わされたりするんですけども、使わされていく時には必ず、使わせてくださる主の方が用意している身代わり、主の方が残す身が必ずあるんです。まして終わりの時代。まして終わりの時のリバイバルの時代です。日本で毎回残りますけど、世界で起こるリバイバルの時の働きなんですね。確実にあるんですよね。それを信じることなんですけどね。信じる時もあると思うんですけど、きっとそうだ、そうなんだって頭では信じるんだけど、体がついていかないとか、パウル牧師を通していくだろう、コスタ牧師を通していくだろう、でも自分はなって思ってしまう時が悲しいけどあるかもしれない。でも祈ると、いや自分だって神は使ってくださるって信じれる時、やっぱりそこまで信じきれないんだけど、でもとにかく行こうって、主がおっしゃるから踏み出そうってなれることがあるんですね。でこれ祈りにはその力があるんですね。でこの祈るかどうかは決定的です。だからここに書かれているように、選んだのは神様だから間違いなく身をつけて身を残すんだけど、祈りとセットで書かれてあるってことを忘れないでほしいんですね。でこれからすでに使わされてますけれども、さらに具体的にいろんなところに使わされていって身を見始めます。具体的な身ね、私たちの内側にも奇跡の身を入れる身でしょうけど、救いの身、残る身を見始めます。その身を見るときに、でも土台に祈りが必要だってことをね、祈りがあるんだってことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。ショートメッセージなので今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらに次の成果を通してあなたが今日語ってくださることを豊かに与えてください。また私たち一人一人もすでに使わされていたり、これからさらに使わされていくと思いますけれども、選んでくださったあなたが、使わせてくださるあなたが私たちを選び任命してくださいましたから、間違いなくあなたが用意してくださっている結ぶべき身と残る身があることを本当にありがとうございます。素晴らしい恵みを感謝します。どうぞその身を豊かに見ていることができるように、私たちが大胆に祈り求め、またそして神様から信仰をいただくことができるように、踏み出してからいただくことができるように導いていってください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私司会だそれでは献金の時をお持ちしたいというふうに思います。神の国と神の国を賛美しつつ献金の時をお持ちしましょう。喜んで主に期待して下げていきたいと思います。神の義をまず求めなさい、そうすれば司会者の方でお祈りいたします。天のお父様、捧げることのできる恵みを心からありがとうございます。この捧げた献金をあなたが、あなたの宣教のために何十倍何百倍にして豊かに用いてください。また捧げられたお一人一人がさらに捧げることにおいて問うものとなることができるように、境内においても
2倍、5倍、10倍、100倍の祝福を豊かに与えていってください。信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、パウロ秋元牧師に、賛美と予言とメッセージをいただきたいと思います。年度末の正解ですので、主に期待してですね、お迎えしたいと思います。賛美をしたいと思います。主よ深い力、私はあなたを呼び求めます。主よ私
信じ続けている新しい世界が始まるまで始めかな。どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえもいくつもの奇跡を起こして神様が守られた海に道を作り川の流れせき止め安全に導かれるどんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても君は絶対見放されないこの世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まる世界中の世界中の国々君にぶつかってきたとしても君は絶対見放されないこの世界に終わりが訪れて太陽は闇となり月が血の色に変わる時が来ても信じ続けている新しい世界が始まるまで。表される主の栄光
イエスに歌うどんな荒野も泉が湧く主の言葉があるならば全世界に今出て行き良き知らせ伝えよう答えられた証を持って語り続けよう全世界に全世界に今出て行き良き知らせ伝えよう与えられた証を持って歌い続けよあがめます私の命の限りの家に住み主を天の賛美が今ここに満ちああがめます私の命の限り主の家に住み主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあう歩んできた道をあなた方は振り返り、また一つ一つを丁寧に感謝していきなさい。その中で私がなすことがあり、表すことがあると称されます。さらに私の計画は完全である。あなた方が従うとき、あなた方はその計画の実を見たと称されます。
しかし私はさらに大いなる事柄をあなたの前に開いていこう。期待しつつ進んでいきなさいと主はおっしゃいます。困難な時代がやってきますが、しかしあなたはその中で私の愛と奇跡と力を見ていくであろう。信じる者、従う者が担う者、さらに表す者は非常に大きなものであり、またあなたが体験することは非常に大きなことであると主はおっしゃいます。アドナイ・ハレルヤ。アドナイ、アドナイ、ハレルヤ。おの主の主。アドナイ、アドナイ、ハレルヤ。おの主の主。アドナイ、ハレルヤ。おの主の主。アドナイ、アドナイ、ハレルヤ。おの主の主。テノスは予言の言葉をありがとうございます。ショートメッセージとまた安息式特別賛美ありがとうございます。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは聖書を開いていただきたいとこういうふうに思います。ロマ書の15章を開いてください。13節ですね。はい、313ページです。お読みいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、7月にですね、木原牧師もいらっしゃいましたけど、パトモスチームが行きました。そのビデオがありますのでそれを見ていただきたい、こういうふうに思います。
贈られた子羊、主イエスキリストに、とこしえに栄光、アーメン。贈られた子羊、主イエスキリスト、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち。神様に Thank you.
いつも7月にですね、ヨハネが黙示録を書いたパトモスに私たちはチームを送ります。これは非常に重要なチームなんですね。どうして重要なのかと言いますと、主の十架には2つの飯があって、それは週末の時の飯と週末におけるリバイバルの飯と、この2つあるんですね。でこの週末の飯ですね、でパトモスに行って祈り込むことを通して、さらに、週末の事柄 を知りですね、週末に備えるというね、これが一つ大きなポイントとしてあります。ところがですね、今年はちょっとパドモスに行くかどうか迷ったんですね。迷ったっていうか、見心じゃないかもしれないと思ったんですね。それは一言落ち着いたんですね。黙示録の本が書かれて、そして、一つの区切りでかなというふうに感じたんですね。それで違うところに行くのかなと、こういうふうに感じたんですが、神様はね、固くパドモスって言われたんですね。景況まで。で、そしてその中でちょっと言われたのは何かって言いますと、今まではですね、週末のために祈り、週末のことについて知り、そして備えるってね、そういう時だったのが、今黙示録の7年間には入ってないんですが、実はもう週末の私たちの、その飯の中に入ったっていうね、そういう感じを非常に強く持ちました。そしてね、特に私たちはトルコ航空を使いましたから、7月15日にトルコにトランジットで行ったんですね。そこでクーデターに、遭遇いたしました。ですね。で、このクーデターは、大統領に対して軍の一部が反乱を起こしたんですね。で、もちろん大統領の後ろに軍がいますから、要するに軍対軍になったわけですね。すごい危険な状況になったんですね。で、280数人が殺されました。そしてですね、私たちのいた国際空港がその舞台になっちゃったんですね。そうだったんですね。それで、上空にはジェット戦闘機が飛んでましたし、それから、CNN によればですね、空中戦やってたっていうことをね、聞いてますし、民衆が集まって、それから反乱軍が戦車を出してきましたから、その戦車に向かってね、石投げたりしたんですね。それから、砲撃とか爆音とかして、そしてですね、それが音がするんじゃなくてね、空港全体がダラララってくるんですね。だから、あ、空港がね、砲撃されたなとかね、爆発したなと思うんですが、見るとないんですよね。だから多分そばに落ちたんでしょうね。そしてね、領事館の人が来て、日本領事館の人が来て言うんですよね。なんて言うのかっていうと、何が起こるかわかりません。で、爆発が起こったら、身を伏せて自分を守ってくださいと。ガラスとかなんかが飛んできたとしたら怪我しないようにってね。こういうふうな状況だったんですね。ですから、つまりいつ死んでもおかしくないような、何が起こるかわからないような、そういう状況だったんですね。ただ、日本人ってのは面白いですね。集まってくるんですね。で、我々は21人いたんですけど、一人二人の人がね、そばに寄って言うんですね。一緒にさせてくださいとかなんか言ってね。で、最終的には36人。50名ぐらいいたうちの36人は一緒にいた、ね。そして、その中の一人はこう言っておりましたね。何かっていうとね、生きて帰れたら、だからもうそういう緊張感なんですよね。今度は人のために生きようとかなんか。で、なんかいろんな事件に遭う事柄に関してはね、主が言われていることは、いろんな事件にあなたと会いますが、それを通して世の終わりが近いことを教えようってね、こう言われてるんで、確かに再臨が近いなっていうことを教えておられるなって、こういうふうに思うんですが、ちょっとね、今までとわけ違うんですよね。なんかね、頬を張られて、今はもうこの時代ですよって、もうすぐこういうことが起こる時代なんですよ、時代が変わったんですよってね、こういうふうにね、言ってるってことを非常に強く感じました。まあ、ともあれ、準備と祈りの時が終わってですね、まだ観覧時代になってませんし、ね、まだ再臨までちょっと間があるかもしれませんが、しかしもう本格的なそういう時代に入ってきたということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。
今日は御霊に属する体についてです。7年間の観難時代の真ん中、3.5 年目に軽挙が起こります。軽挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちが会ってもわからなかったことから、要望が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べるなどです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる、目取ることも嫁ぐこともないとあるので結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は軽挙の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。はい、どうもありがとうございます。体のことを捉えておくのは、私たちのクリスチャン生活にとってですね、重要な事柄であるということを思います。ですから、どうぞはっきりとね、どういうことなのかっていうのを捉えておいてほしいんですが、私たちが生きている間に与えられている体、この体ですね、皆さんの体、これを血肉の体と言います。で、この血肉の体の特徴は、年取って滅びてしまうと。それからもう一つ、御霊の体っていうのがあるんですね。その御霊の体との比較上、弱い、天で生きられない、それから機能的にも御霊の体に比べて、弱いと、こういうような特徴があるんですね。そして死んだら、この血肉の体はなくなります。ですから死んだらどうなるのかっていうと、霊の形でですね、天に行くということになります。だから天国にいる方々ね、平牧師とか菅牧師とか三木牧師、霊です。霊っていうのは体がない。だから一時的に体がない状態になりますですね。じゃあいつ体が与えられるのかっていうと、それはですね、軽挙の時なんですね。で、この後、7年間の観難時代がやってきます。近づいてますね。で、その 3.5 年目に軽挙が行われます。で、これはクリスチャンがですね、大観難のすまじい中に入らないように神様は天に携え上げてくださるわけですね。しかし全ての人が軽挙されるわけではなくて、軽挙されない方もいるので、なるべく皆さん軽挙されますよ ね。そしてね、軽挙の時に天国にいる方々ね、これに御霊の体が与えられます。それとともに軽挙される方々、一瞬にして、御霊の体に代わり軽挙される、こういうことになります。ですから、軽挙の時、変わっていくと。で、軽挙されなかった方は殉教しますから、この方々は再臨の時、御霊の体に変わると。こういうふうに思っていただきたいと。いうふうに思います。ですから、私たちは今、血肉の体がありますが、まあ、おそらく軽挙の時に、御霊の体に変わると。で、この体の特徴はですね、乳歯と影響歯みたいなもんで、乳歯ってのは子供の時のとりあえずの歯で、永久歯によって一生生きますよね。それと同じように、これは今生きている間の体であって、永遠はですね、この御霊の体、
によってですね、行われるということですね。だからこっちが本物であるぞ。そしてこっちの方が機能が強いんですね。年取らない。死なない。天で生きられる。それから強い。血肉の体に比べてね。強い。そして機能が違うと。これが起こってきます。そして、パウロがですね、この古い体を脱ぎ捨てて新しい体を着たいって言ったのは、古い体は血肉の体、新しい体は御霊の体と。ですね。これを言っております。そしてですね、御霊の体に変わった人がね、お一人だけいるんですね。それは誰かっていうと、キリストです。それは十字架にかかられて亡くなられた時、これはね、血肉の体で亡くなられたんですね。ところが復活された時に、御霊の体になってるわけです。それで御霊の体の特徴として、容貌が変わるっていうことがあるので、マグダラのマリアとか弟子たちはキリストを見てもわからないんですね。で、私はクリスチャンになった頃、これが不思議でどうしてなんだろうと思いましたけど、これは御霊の体に変わったからわからなかったんですね。そしてキリストはですね、壁を通り抜けて弟子たちのところに来てますから、この体は壁を通り抜けられるっていうのがわかるんですね。あるいは弟子たちの前から突然消えてたりするから、突然消えることができる。それから、天に登ってたから天に登れると。つまり機能が違うんですね。そしてですね、キリストのことを初穂っていうんですね。まあ、なんか初穂って人もいましたね、確か。どっかに、これは初めての穂で、それは何を表すのかって、初めて御霊の体に変わったってことを表すんですね。であとは誰が続くかっていうと、我々が続くと。こういうふうになります。それでこの中で一つ表していることがあるんですね。それは何かというとね、御霊の体は本格的に強い体です。血肉の体はとりあえずの体ですね。それで今生きてるっていうのは特別な祝福がありね、特別な意味があるから、まあ一生懸命皆さんやってください。しかしね、この後の永遠がさらに素晴らしいってことを言ってるわけですね。さらに優れた、その世界があるっていうことをね、ここで言ってるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。そしてですね、ある方が、こういう質問してきたんですね。それは何かっていうとね、軽挙が怖い。ね。どうして怖いのかというと、軽挙されるかどうかわかんないと。ね。まあ多分危ないと思ってるんでしょうね。だからね、軽挙は恐ろしいって、こう、言ってきた人がいるんですが、軽挙はね、あるポイントさえしっかり覚えておけば必ず軽挙される。これをね、しっかりと覚えておくというのは重要です。そしてですね、何がポイントになるかって言いますとね、立法とね、信仰なんです。で、立法に関して特に書かれているのは旧約聖書で、信仰に関して書かれているのは新約聖書なんですが、立法は、信仰に至る前段階なんですね。ですから信仰が中心なんですね。これが中心なんですね。で、立法っていうのは何を表すのかっていうと、自分の力で神の掟を全うするとしようとすること。これ立法です、ね。信仰っていうのはそれができないから、神様助けて、神様やってって言って、神様がやってくださったことに信頼すること。これが信仰です。ですね。そしてですね、軽挙っていうことを考えるときに、多くの方々は立法的に考えます。立法的に考えるというのはどういうことかって言いますとですね、例えば、軽挙の試験があるとしますね。100点満点だとすると、まあ、合格点70だとすると、ある方は自分は80だからもうクリアしたと思うんですね。で、ある方は自分は60だからあと10点。もうちょっと頑張ろうと。ある方は自分が10点、20点だから、ここに行けるかな、とこう考えるわけですね。で、これは立法的な考え方なんですね。で、この考え方じゃないっていうことです。この考え方じゃないっていうことですね。で、まあ、我々は本能的に立法的な考え方をする傾向があるのでね、これではないと思ってください。じゃあ、どういうことなのかっていうとね、ルカの18章に書いてあるんですね。パリサイ人と、それから、主税人の話が出てるんですね。ここに一つはっきりと出てきます。パリサイ人は言うんですね。私は自分の意思をやってます。
この立法をやってます。この立法をやってます。この立法をやってます。この立法をやってますっていうんですね。でもね、ここで大きな間違いを含んでます。なぜ間違いを含んでるのかっていうと、聖書では立法をやることによって分かるのは自分と私たちが罪人だと分かる。つまり立法ができないっていうのが分かる。だから彼立法できてないんで、本当は。ただできてますっていうのは表面的なことですよね。だから本当はできてない。ただ表面的にはそういうふうに彼は思い込んだって言うんですね。で、最後に言うんですね。この主税人のようでないことをありがとうございますってこういうわけですね。そしたらね、主税人は何と言うかっていうとね、この罪人の私を憐れんでくださいってこう言うんです。ね。で、これ見てますとね、面白いことが出てくるんですね。パリサイ人は立法を全うしてなかったに、全うできてなかったにもかかわらず、ただ、形としては できてるわけですね。この罪人はできてないわけですね。じゃあ、どっちが義と認められたかっていうとね、この主税人なんです。ね。どうして義と認められたのかっていうと、パリサイ人は立法だったんです。主税人は、ね、信仰だったんです。だから皆さんね、信仰。ね、信仰。つまり主税人の信仰をね、細かく言うとこういうことなんですね。私は自分では何もできません。しかし、神様だけが助けることができます。神様、助けてください。あなただけが私を義とすることができます。って言ってるんです、この叫びはね。これが信仰なんです。で、じゃあ、どうしたらいいかって言いますとですね、信仰を中心にするんですね、対応をね。で、目を覚ましてなさいって言ってるから、日々やられるといいと思うんですが、まず、敬虚されるように祈る。ね、祈るのは、信仰です。が、敬虚に条件があるから、敬虚の条件を全うできるように祈る。これは信仰です。いいですか？神に聞き従う。これは立法を行うんじゃないですよ。聞き従うと。で、罪があったら悔い改めない。ね。これを毎日やる。ね。こうやるとね、より行動的には確かなものになっちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、確かなものであったとしても なかったとしても、これは信仰の対応をとっているので、これは義と認められます。で、敬虚されるということをね、覚えておいてください。ですから、信仰がポイントであるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、イスラエルチームの動画を。イエスはパンを取り、祝福しの力を書き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。Take it.
れていて、他に何も手がないということが歩けるようにダンスもできるようにしてくださって他に何でもいいです。60人全員は同じくらいとは無理ですと、はいはい、かなりバラバラになりますと言われて、はいはい、すごい、ね、マジか。あの歩みとして重要なポイントですね。年度のスタートをイスラエルからしなさいということで、まあ、イスラエルからするということとともに、あのイスラエルって特別な国なんですね。神がアブラハムが信仰の歩みをしたことによって神が建てられた信仰の国ですね。そしてイスラエルを通してですね、世界の動きは動き、イスラエルを通してですね、神様の霊的な働きは進んでるんですね。特別な臨在とまた祝福があります。またイスラエルに行くことによって、ね、特別な恵みを受けると。で、私もイスラエルに行っていなかったんですね。じゃあ何で行ったのかというと、予言でね、行きなさいって言われたんですよね。それでね、イスラエルに行ったんですね。で、まあその時に感動したのは、こういうような派遣は一生に一度ですって私言われたんですよね。そしてまさにね、バックパッカーみたいに一人行ったんですね。で、これはね、一生に一度でしたね。で、主は拝めました。私の人生をね、知ってるなと思ってね。で、その時言われたんですね。何と言われたのかってね、シナイ山で使いなさい、ね、これから技を行いますってね。なんか分かんないけどシナイ山登っててやったんですね。そしたらね、そこから主の十字架の働きがね、いろいろ始まったんですね。で、特別なことでした。そしてガリア湖行って非常に感動してですね、で、私思ったんですね、行きたいと。またね、その初めは思ってなかったけど、でもね、人間的に考えてみてちょっとね、一生一度来れるかどうか分かんないなとこう思ったんですね。で、皆さんの中にもね、お金がないとかね、都合がつかないとかいう方もいらっしゃると思うんですがね、何度も言ってますがね、プロミスには行かないでください。またプロミスかとか言ってね、借金して海鮮に行くのは御心でないので、お金が与えられて行くっていうのはね、もちろん御心ですから。それとともにね、上司を殴り倒さないで、交渉はね、必要ですけども、どうぞ喧嘩をしないようにしてください。でね、祈りがね、これは聞かれるんですよ皆さんね。私ね、祈りがこんなに聞かれると思いませんでしたね。で、日本に帰って10回、行けるように祈って、10回行けるようになったって人の本を読んだから、楽しみに祈り始めたんですね。まあ、最初10回。ただ皆さんに言いましたけど、私、欲が深いから、ですね、10回だと10回で終わるなと思ったから20回にして、20回にしたら、20回だと20回で終わるなと思ったら30回にして、で、40回にして、で、50回以上。ね、50回以上だと、上がないわけだからね。いくらだっていけますよね。そしたらね、調べてくれる人がいて、言ってました。私がね、今までイスラエル行った回数は33回か4回だって。多分ね、最初の1、2回入ってないんじゃないかと思うんですよね。おそらくね、死ぬまでに50回は行くだろうと。こういうふうに思うんですよね。そしたらね、この間皆さんに言いましたよね。何を言ったのかっていうとね、4月に来た時、私のチケットっていつも格安のエコノミーチケットなんですね。松添さんとは違うんですね。あの人ファーストクラスでね、現金で買ってるから。でね、それまで4回ファーストクラスになったんですね。今年ね、そういう風に神様は働いてるんですね。そしたら、その前に、その次に来てね、7月の時に、多分ね、9回って言ったと思います。9回乗ったんですよね。どうして乗ったのかというとね、祈り。
祈りなんですね。ところがね、今回イスラエル行くんですね、4回ね。そしたらね、うちの係の方が、飛行機会社を押して、秋元牧師腰が痛そうだから、ファーストクラスにしようという押し込んだんですよね。そしたら4回ファーストクラスになっちゃって。そして皆さんね、13回。で、これね、数が悪いなと思ってですね。13回ね。それでね、2回祈ったんですね。デンバー行くときとニューヨークから帰るとき。2回ともファーストクラス。それでね、皆さんね、15回ですよ、皆さん。ね。で、皆さんね、祈り。そしたらね、パトモスチームで2人ファーストクラスになった。で、一緒に行く人がファーストクラスになるなんてほとんど全くないんですね。でね、多分ね、祈ったぞ、こいつらと思って。ちょっと聞いたらね、皆さんね、祈ったんですよ。祈り。でね、祈りはね、強力な恵みですよね。恵み。それでね、私は長崎に来たのが海外旅行みたいなもんだったから、で、来た時にね、感動したんですよね。それでね、最初はね、5回ぐらいから始めた。5回長崎に行けるように。次に10回になって、次にね、20回ぐらいになったのかな。最終的にね、100回超えていけるように。で、皆さんね、もしね、100回超えちゃったんですよ。超えてるんですよ。はるかに。祈り。そしたらね、てるちゃんがね、調べてくれた。何回行ったかってね、アメリカ。そしてね、アメリカ最初に行った時にね、すごい感動したんですね。それでね、最初、3回ぐらいから始めたかな。3回ぐらい行けるようにって言って、ついに10回行けるようにって言って、で、20回行けるようにって言って、で最終的には100回以上行けるように行ったんですね。そしたらね、だいたい130回かな。130数回行ってるってことね。で、皆さんね、こんなに行けるようになると思いませんでしたね。それ何かというと皆さん、祈り。祈りはね、強力な力です。そしてね、望むものは勝つって。なんか変なこと言ってた人もいましたね。フェラーリってすごい車があるんですって。高い。で、フェラーリを買う人はね、全く可能性がなくてもね、いつもね、ウィンドウに行ってね、そのフェラーリのところに行ってね、見てね、触って、そういう人が買うんですって。悪霊でもそのように答える。だから皆さんね、祈るっていうことはね、非常に重要なポイントであるっていうことをね、覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここで、望みの神って書いてあります。で、これはですね、望みを与える神、なんですね。で、神様はですね、私たちに望みを与えてくださるんですね。で、問題はですね、実はね、望みを持ってる人と持ってない人って違うんです。聖書にも書いてありますよね。幻のない民は滅びる。ね。もう一つの役では、欲しいままに振る舞う。つまり、神の望みのない人たちは、欲しいままに振る舞う。そしてね、違うって言ってるわけですね。そしてね、私たちが生活をするときに、いろんな問題が起こります。困難が起こったり、失敗が起こったり、病気になったり、あるいは人間関係の問題があったり。そして、皆さんはね、その期中に、いらっしゃると思いますし、まあ、たまたま今は大したことない人もいるかもしれませんし、大したことのある方もいらっしゃるかもしれませんね。で、その時にね、望みを持っているか、望みを持っていないかって、違うんですよ。ちょっとね、驚いたことがあるんですね。うちのね、橋本さんっていう人がいるんですね、橋本牧師。
で橋本牧師の特徴はね、一番最初から言う。私ね、橋本牧師なんで来たのかわかんない。ママ氏いらっしゃったんですが、ママ氏から我々が教会独立した時に来られたんですよね。特に関わりがあるわけでも なかったし、絶対ママ氏にいる人だと思ったらママ氏に来られたんですね。で今、80数歳かな。ね、まだ90にはなってないね。パトモス行ってたでしょ。もうすごいんですよ。この間ね、日曜日、日曜日にいろんなところに奉仕に行く人はね、安東教会においては礼拝出てから行くんですよ。で、第一礼拝に来られてね、小山ってとこ行ったんですよ。小山って栃木県、新幹線乗って行く。で、何しに行ったのかってね、そこでね、コンサート、やってんですよ。ね、コンサートとお話と、宝石となんとかってチームかな、なんかわかんないけど。それやってきてね。そしてね、どうしたのかっていうとね、行った人はね、大体戻ってこないといけない。安東教の場合、安東教のやり方は知っとけた方がいいですよ。朝から晩までいないとダメなの。ね。そしたら皆さん夜帰ってきてるんですよ。それで第7礼拝に出て、そしてやっていってね、よくやるなと思ったんですね。ビジョン持ってる。ビジョン持ってる。最近ですね、モーセだって80歳。ね、もうそろそろ引退っていう人が多いんですね。でも皆さんね、80歳って言ったってね、ビジョン持ってる80歳とね、持ってない80歳全然違うから。で逆に言えばね、20歳だって、皆さんね、ビジョンのない20歳と、ビジョンのある20歳って皆さん違うんですよ、皆さん。ね、なんとなくビジョンのない20歳って80みたいな感じじゃないですか。そしてね、明らかに神様は言ってるんですね。この神様の夢、神様の望みっていうのは重要なポイントであるっていうことね。こう言ってるんですよね。例えば、器なんかみんな見てるの一つわかりますよね。何がわかるかっていうとね、持ってるんですよ、夢を。持ってるんですよ、神からのもの。ですね。その人たちが大したものでなかったとしても、まあ大体大したものでない人たちが選ばれてますけど、ね。ところが違うところがあるわけですよね。神からのもの。これを受けているかどうか。ですね。そして私たちはいろんな問題に出会いますけど、その問題に出会ったときに、神様の望みを持っているのかどうか、ね。単に流されているのかどうか。これはね、大きいんです、皆さん。ね。そしてね、神様の望みがあるときに何が起こるかっていうとね、皆さんね、望みを持ってるものに技が起こるんです。例えば、さっき、ファーストクラスで行ったじゃないですか。ね。私、ファーストクラスおそらく皆さんよりもね、願望が強いと思いますよ。望みを持ってると思いますよ。具体的にね。で、パトモスで二人入ってきたのは、ああ、自分もやってみようって言って望み持ったからですよ。具体的にね。だから皆さんね、望みを持っているかどうか。これはね、大きいのですね。ライホンとボンケンは非常に大きな働きをしましたね。で、20世紀最大の伝道者とかなんかも言われてますね。ビリグハムもそうやってるけど。でも、ラインホルトのボンケの方が1回に集める数はね、多いでしょ。ね。でも最初にクルセードやった時にアフリカで8人しかいなかったって言ったかな。6人かな。それしか言えなかったってね。しかしね、言ってるんですね。しかし我々には何もなかったけど、でもあったって。何かって予言を通して示された神様の望み。それがあったってことを言ってるわけですね。で、皆さんね、問題でね、人が疲れ果てるわけじゃないんです。問題に、があって望みがない人は疲れる。皆さん、問題があっても、望みのある人と違うんです、皆さん。
神の望みを持っている方っていうのはね、違うんです。そしてね、神の望みは何を言うのかっていうと、問題の解決を言うわけじゃないんですね。その問題を通して神の最善が現れるって言ってるわけです。神の最善が現れる。だから皆さんね、皆さんの周りにある問題とか病気に関して、望みを持ってますか？ね、さっき発音の人が言いましたけど、発音の人、統合失調症が癒されたわけでしょ？ね。で、発音の人、統合失調症が癒されたから、望み持ってたわけでしょ？神様が統合失調症を癒してくださるってね。あれ、望み持ってないと、同じですよ。ね。変わってないと思います、発音ですよね。それで、発音って、クリスチャンネームもらいましたなんて今頃言ってませんよ。あのね、落ち葉ですとかなんか言ってるの。で、神の望み。それとともにですね、ご自分と、それから、ご自分の人生に望みを持っているのかっていうことですね。これです。人間は計算しますよね。例えば自分の能力がどうであって、自分が何ができて何ができなくて、お金はどうであって、健康がどうであって、そうすると自分の人生はこのくらいになるかなと。ね。それの望みじゃないです。ソフトバンク勝つかなとかね。大谷病気になれとかね。で、皆さんね、それは望みじゃないです。で、願いではあってもね、望みじゃないんですね。それで皆さんね、でも望みを持つ者に技が現れるんです。ね。でね、つまり何を言ってるのかって言うとね、神の御心ですよね、そこにおける。ですね。で、皆さんね、ご自分に神の御心を、そして人生に神の御心の望みを持っているかどうか。もう、早く死んで天に行きたいって、そういうんじゃないですよ、皆さん。だって皆さん、天に行ったって天忙しいんだから。ね。だって、ね、より強力な体になるってことはどういうことですか？夜に寝てろっていうことですか？皆さん。働けってことですよ。だって聖書にも書いてあるんじゃないですかね。タラントに、忠実だったらね、銃の町を任せようとかなんか言ってるじゃないですか。ね。そうなると、比較してみるとね、一つのタレントに忠実だったら銃の町、あるいは一つの町でもいいですけど、明らかに働きが拡大してるじゃないですか。ね。マーニさんも言ってましたよ。天国忙しいよって。だから土地取ってちょっと疲れてきたから早く天国行きたいっていうのは、それは考え方が間違ってます。あれと一緒。なんと一緒かって言うとね、死んで楽なとこ行きたいって言って地獄行っちゃうのと。死んだら地獄ですよね。ちゃんと生きて神と共にいないといけないね。で、これなんですね。そしてね、この望みがあるときに、とんでもないことが起こってくるわけですね。例えばダビデを通して神の素晴らしい技が起こってくるとか、ギデオンを通して素晴らしい技が起こってくるとか、そして皆さんを通して素晴らしい技が起こってくるとかですよね。そしてね、リバイバルの一つの特徴はね、望みなんです。望みなんです。望みなんです。ね。で、リバイバルにあんまし用いられないという一つの特徴は望みはないんです。望みはないんです、皆さん。信仰の歩みっていうのはね、非常に重要な意味合いがあると。いうことをね、覚えておいてください。そしてですね、それは、私たちの、力とか能力とか、そういうものをはるかに超えています。どうして超えてるのかというとね、皆さんが努力して望みを全うするっていうことではなくて、皆さんを通してね、神の力が現れる。神の祝福が現れるっていうことですね。で、皆さんもね、そういう事柄を体験している方々は多いんですよね。多いですよね。
それでね、それがね、永遠に続いていくっていうことなんですよ。永遠の価値を持って永遠に続いていくっていうことがね、起こってきますよね。例えば、まあ、皆さんもご自分を分析されるといいと思うんですが、自分で考えてみますとね、何がどう動いてるかって考えるときに、明らかにね、考えられない事柄が起こってきてるってことを思います。それはね、神の技が起こるからですね。例えば、私、アメリカに130も行ってるんですね。そして、イスラエルが33回、34。それから、ヨーロッパもね、すごいって言うんですよ。ヨーロッパは数えない。ね、南米は5回ぐらいかな。もっと行ってるかな。アフリカもっと行ってるかな。行ってるんですね。それでね、おそらく海外選挙に関しては、私が1位か、奥山実先生が1位。みんな奥山実先生知ってるけど、私、肉薄してるか超えてるかですよね。で、だから海外選挙いっぱいやってる。ね。来週も海外選挙に行きますね。で、その時に、ちょっと思うのは、何かというと、皆さん英語できる人。あ、一人しかいないの？あ、誰か言ってなかった？さっき私のところに来て、英語で用いられるようにって。ね。海外選挙では英語は最低なんですって。英語はできないとダメなんですって。英語ができて、やっと最低をクリアと、いうことなんですね。それでね、私ね、英語ね、まあできないっていうよりやらない。そうなんですよね。でも皆さんね、私ね、主に希望を持ったので、ね、主が働いたんですね。そしたら皆さんね、英語のトップの宣教師と肉薄する場合の国に行ってる。私は地下教会でも奉仕しましたし、ね、大きいところでは万の教会で奉仕してます。で、1000万人のテレビ宣伝もやってるんですね。そしてね、奥山先生、インドネシア宣教だったんですけど、インドネシアで一番大きな教会。奥山先生はそこで奉仕してない。5万人の教会。私奉仕してんですよ。奉仕してんですね。あ、でもね、そこの奉仕の開かれ方がまた普通じゃない。何が普通じゃないかって言うと、久保田君っていうのがいて、非常識の賜物をね、存分に使ったんですね。ちょっと考えられないことやったんですね。で、インドネシアに示されて、我々がインドネシアに、ね、行こうと。でも、関わりがないからどうしようかなと思ったときに、久保田君は手紙書いたの。インドネシアのクリスチャンで一番有名な人に。でね、一日ね、500ぐらいのメールが来るって言っていた人ですね。そうそうそう。書いたんですね。それなんで書いたのかっていうと、つきましてはインドネシアに選挙に行きたいと。セットアップしといてくださいと。知らないんですよ、こっちは。ね？しかも有名な人でしょ？ね？私ね、どうしてセットアップする気になったかと思ったんですね。そしたらね、言ってました。精霊が導かれたからって。その人にセットアップしてもらったんですよ。そしてね、向こうで一番有名だから言ってきたんです。どの教会で奉仕したいですかって言うから、世界、アジア第2位で、インドネシア最大の4万人の教会と、イスラムで殉教者が出た教会とこの二つって言ったんですよ。その二つね、紹介してくださって、で、私やったんですよ。で、その時にね、神の働きっていうのは、私たちの能力とか、力ではなくて、神の技が現れるので、ちょっと私たちには考えられない事柄が起こってくると。ですね。たとえ能力に欠けがあろうとも、そして、力がなかったとしても、主の、働きは違うということなんですよ。そしてね、皆さんね、この、望みを持っているかどうか、これはね、重要なんですね。それで、ちょっと思ったんですね。何が思ったのかというと、これ、御言葉をくれたのは、イレ・コラマさんという人なんですね。
私の知ってる限りです。ね、最高の預言者ですね。佐田牧師は知ってますよね。そこ行ってましたよね。でね、イレイ・コラマンさんね、今心臓悪いんだ。10年前に心臓の手術して、10年持つって言われたんですね。もう10年前なんですね。で、おかしくなってるんですね。それで、手術しようとしたら、もうできないって言うんですね。手術したら死ぬってね。それでね、今ルーマニアにいるんですけど、アメリカに行って、そしてセカンドオピニオンを聞いて、OK だったら手術して、心臓をね、またやってもらいたいと。こう思ってるらしいんですが、そう言ったらルーマニアのお医者さんが言ったんですね。アメリカ行ったらもう帰れませんよって、こう言ってたんですね。ですから、どうぞ、お祈りくださいますようにお願いします。そして、まあ、イリエさんとはしょっちゅう連絡取ってるんですね。で、そしたらね、見事もくれたんですよね。で、私はちょっとキーに思うのは、見事もくれたなんて一回もないんですね。で、昔ね、予言してくれたこともあるし、こっちも一、二の予言したこともあるし、そういうのは昔あったけど、最近は連絡取ってもね、そういうことは全くなかったんですね。で、これはこれなんです。ですから、まあ、これ以降ね、元気になってバンバン動くようになったとしても、見事はくれないだろうと。だから唯一の見事なんですよね。で、その中でね、望み。主の望み。で、皆さんね、主の望みを失ったらね、もういい。早めに天国行ってね。それで待っててください。で、皆さん、主の望み。そしてね、主の望みを通して、実はね、私たちに本当の人生、本当の人生っていうのは神様が共にいらっしゃり、神様は私たちを通して働き、神様が栄光を表される人生。そしてね、神様が栄光を表される私たち自身。そして神様の素晴らしい御業が現れる働きが起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、どうぞ人よ人のうちに豊かに働き、サインご横と御業を表してください。握っている言葉があって、それに立ってたんですが、やや退いた方がいらっしゃいます。これは進んでいくように、そして進んでいくときに、何か視界が急にパッと開ける出来事が起こります。そして、状況が一気に変わります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と御業を表してください。守護神の豊かな働きを表してください。なんかこう、ご自分に自信のない方がいらっしゃいますが、主が与えられた言葉があります。それがなんかふわーっとなってますから、再びそれをしっかりと握り、それを見ること、そしてそれが真実であると主はおっしゃられています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と御業を表してください。主の御心を求め、主の御心に従うことによって、確かな土台の人生を送れる方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのと心を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しの祈りをしてください。天皇様、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お一人お一人の体を精神で癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神が病の霊を裁。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神命ず、癒され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 。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。ちょっと目の悪かった方が癒されました。頭痛の方が癒されました。首と肩が痛かった方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ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 。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アメン。
どうぞお座りください。はい、神様に感謝したいと思います。ハレルヤ。これで今日の聖会終わりますけれども、今日の夜は諫早で聖会があります。場所はどこかな、高城会館ですね。それから明日は平戸で昼ですよね、午後ですね。平戸で昼からあって夜が、福岡、それから金曜日の朝が阿蘇でありまして、そして夜に筑豊でありますので、時間があったりそちらの方に友人とかいる方はぜひご連絡してください。よろしくお願いいたします。この後ミニストをしていただきますけれども、必要な方は並んでいただきたいというふうに思います。予言が与えられると思います、きっと。予言の方を読んでいただいたり、あるいは各教会の牧者に相談しつつ吟味して、最終に自分で吟味してほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、あとそれから他の地域で祈っていることもできる方はそちらで祈っていただきたいと思います。それではもう一度神様に関して今日の今日おります。あ、そう、12月はもう決まってますので、26、27、28でしたね。月火水です。長崎は、12月はどっから辺だったっけ。あ、そう、宮崎鹿児島から入るから長崎最後でしたね。水曜日の、長崎は水曜日の夜になります。12月は、26日、宮崎、鹿児島。その次、27日、火曜日、人吉、熊本。で、最後は福岡、それで長崎になりますから、28日の夜の、28日って、ヨハネ君の誕生日だね。28日の夜に長崎で正解になりますので、よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。感謝します。祈っていただきたい方は並んでください。よろしくお願いします。